えのき家の家系。テレビのドキュメント風の番組に大家族ものというのがありますね。10人とか11人とかの大家族が和気あいあい、助け合い、笑いあり、涙あり、時には喧嘩ありというおなじみの番組。えのき岳にはこの番組を思い出させるものがある。とにかく大家族。一つの株から大小さまざまな何十本というえのきが伸びてきて、押し合いへし合い、狭苦しいのを我慢して助け合っているように見える。人前に出るときは常に大勢、一家総出演。他のキノコをご覧なさい。松茸なんかいつだって一本でどこへでも出る。エリンギだって一本でやっていける。椎茸も一本だけで勝負できる。えのきだけはそうはいかない。一本だけでおすましの中に浮いているわけにはいかない。大家族はご多分に漏れず家計が苦しい。当然えのき家も家計は火の車。食費も当然潤沢というわけにはいかない。食事も十分というわけにはいかないらしく、みんな痩せてひょろひょろしている。色も白い。これも住居環境が良くなく、火の当たりが悪いせいだと言われている。今、キノコ界は格差社会ということが問題になっているという。キノコの富裕層と貧困層の問題。えのき家に比べ、エリンギ家は裕福らしく、食費も潤沢で、家族全員メタボである。富裕層の代表が松茸、貧困層の代表がえのき茸。富裕層はとかく民衆の反感を買うものだ。貧困層は概して好感を持たれることが多い。鍋の世界では人気者らしいですよ。あっちこっちの鍋からお呼びがかかる。最近はえのき茸が入ってない鍋は珍しいぐらいだ。えのき茸というのは昔はなかったキノコである。一昔前の料理の本の鍋特集などを見ると、どの鍋にもえのき茸は入っていない。鍋に入れるキノコといえば椎茸だった。えのき茸はそういう世界に新たに参入したのだった。参入してたちまち歓迎されて人気者になった。そして鍋の世界で生きていくことになった。キノコの類はそれぞれの代表料理を持っている。松茸なら土瓶蒸し。椎茸は傘のところにひき肉を詰める肉詰め料理。しめじはしめじご飯。なめこはなめこ汁。えのき茸には代表料理がない。強いて言えば鍋一般ということになる。就職の時、スポーツが得意だった人は特技欄にそれぞれテニスとか柔道とか陸上、短距離とか書くことができ、それなりのインパクトを相手に与えることができるが、スポーツ一般と書き込んだ人の印象は薄い。それと同じようにえのき茸の鍋一般の印象は薄い。この印象が薄いというところが、実はえのき一族の手なんですね。印象薄く行動すべしがえのき家の家訓でもある。例えばすき焼き鍋。すき焼きは大抵3ないし5人で囲む。いきなり肉に手を出す人は反感を買う。かといっていきなり白滝というのもなんだかいじけているみたいに見られる。そこでえのき、まさにえのき。無難、無害、無反感、しかも好印象。どんな鍋にもえのきだけは入っているから、今では誰もが鍋を囲むときはえのきからを履行するようになった。もちろん印象が薄いだけで食べていくのは難しい。えのき茸の売りはもう一つあって、それがシャキシャキである。えのき茸は
味覚的にはこのシャキシャキ一本で勝負している。味なんかない、味はないがシャキシャキ感に味がある。えのきだけのシャキシャキは実にもう不思議なシャキシャキで、見かけよりずっと手ごわい。シャキシャキした繊維がなかなか噛み切れない。えのきだけは中に細い空洞があって、ここに得体の知れないぬるぬるしたぬるみが入っているらしい。このぬるみと繊維が相まって、なかなか噛み切れずに噛んでいるうちに、きしんでずれて擦れて歪んで滑るという不思議な歯触りを味わわせてくれる。さっきえのきだけに味はないと言い切ったが、このぬるみに味をつけることはできる。このぬるみに味をつけた料理がある。えのきだけを甘辛く味付けして瓶詰めにした、通称なめたけである。本当はこれがえのきだけの代表料理なのだが、瓶詰めが代表料理ではあまりにも気の毒なので、ついさっきついないと言ってしまったのでした。僕はこのなめたけが大好き。卵2個になめたけを大さじ3杯入れてかき回して火にかけたのを丼飯にのせるなめたけ丼、味付けいらずで美味しいですよ。